流魚を報じた、スリムの長ザメ渡来県に出現した、学魚流魚は、日本の未確認生物あるいは厳重。明治時代の新聞などに記述が見られ、吉兆とされたことが多かった。正体は長ザメではないかと言われている。似た存在として学魚がある。1873年3月7日、茨城県多賀郡大津浜で、東部に53キリ、背筋に、 青いの門などの模様が浮かび、体の左右に蝶の形の鱗が並んでいる前兆八尺の魚が捕獲された。その模様から吉祥魚とされ、茨城県が上乱したことが当時の新聞に報道された。目撃例は、この一件のみではなく、同時代の新聞にはしばしば類する魚の出現が報じられている。なお、正体については、 その外見から蝶ザメではないかという説が出ている。また、1875年頃には、渡来県で学魚と呼ばれる海魚が人を襲ったという記録があり、外見の特徴からこれも蝶ザメが伝説化したものではないかと見られている。山口敏太郎、本当にいる日本の未知生物案内、笠草出版社、2005年、63ページ、本当にいる日本の 未知生物案内125ページありがとうございます。